西口長浜駅は、滋賀県長浜市北船町にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。駅番号は JRA09。当駅は、滋賀県北東部の湖北地方に所在する長浜市の中心駅、代表駅であり、JR 西日本京都市社に所属する。北陸本線に属するが、 1991年9月14日の田村駅東駅間の直流化、さらには2006年10月21日の鶴ヶ駅までの直流化により停車する列車の多くが京都、大阪方面に直通している。1991年9月14日より東駅舞原駅間は東海道本線舞原駅京都駅間と合わせ、琵琶湖線の相性が使用されている。 現在の駅舎は2006年の鶴ヶ駅までの直流化に合わせて完成した京城駅舎で初代駅舎をモチーフにデザインされている。なお、1903年まで供用されていた初代駅舎は長浜鉄道スクエアの施設として保存されている。自動改札機の導入も早く北陸本線の駅の中で初めて設置された。明治初頭、東京と神戸を結ぶ 鉄道路線を付設するにあたり、名古屋と京都の間は、関ヶ原を通る中線道ルートに決められたが、その際に、滋賀県内では、琵琶湖の水運を代替として、建設資金を圧縮する指針が立てられた。そのため、湖に面した港町に水運と鉄道の接続駅を設けることになり、京都、大阪方面で1880年に大津駅が開業した後、岐阜、 名古屋方面と鶴ヶ方面の分岐点として開設が決められたのが長浜駅であった。鉄道は長浜を支点として、まずは岐阜へ向かう路線が着工された。それと並行して日本海沿岸の水運の拠点だった鶴ヶと京都を結ぶ鉄道も計画された。これも東西幹線と同じように暫定的に琵琶湖水運を活用する形で、 長浜駅を支店として、鶴ヶを目指す形で着工された。鉄道連絡線は1882年に運行開始された。鶴ヶ駅の路線が先に開業し、これが当駅の創始となった。当時の駅舎は現存しており、日本最古の鉄道駅舎として1958年に鉄道記念物に指定され、旧長浜駅舎鉄道資料館として公開されている。あとに、 岐阜方面へ向かう路線も開業して、当駅は鉄道の結束点となり、1889年4月16日からのおよそ3ヶ月間は、岐阜伊東を東海道経由にルートを変更して、新橋駅長浜駅間、大津駅神戸駅間が完成した東西幹線の中継を担う存在となった。しかし、同年7月1日、 岐阜川と鶴ヶ川の鉄道分岐点として、米原駅が建設されたほか、関ヶ原駅から米原駅を経て馬場に至る古等線が開業したことから、当駅は陸運と水運の接続点としての役目を終え、若狭や北陸へ向かう路線の中間駅となった。北陸本線は1957年10月1日に、田村駅鶴ヶ駅間が交流電化され、 1962年12月28日の米原駅、田村駅間直流電化とともに、坂田駅、田村駅間が高直電化の境目となった。1991年9月14日、東海道本線に設定されている新快速電車の乗り入れのために、坂田駅東駅間が直流電化され、デッドセクションが東駅の北側に移動し、これによって、東駅は、 アーバンネットワークの東端駅と位置づけられるようになった。2006年10月14日には新快速の鶴ヶ駅への乗り入れを目的として、デッドセクションが鶴ヶ駅の北側、北陸トンネルの手前に移されている。ただし、その後も東駅発着の列車は残っている。短式ホーム一面1線と島式ホーム一面2線、島式ホームの鶴ヶ方の西側を切り替えた切りかき機。 ホーム1線、合計2面4線のホームを有する地上駅で、京上駅舎を備える。東側の短式ホームが1番乗り場、島式ホームが2.4番乗り場、前述の切りかき機ホームが3番乗り場となっており、1番乗り場が上り本線、2番乗り場が下り本線となっている。特急はすべて1.2番乗り場に停車する。 直営駅で愛国家及び相互利用対象 IC カードが利用できる。新快速の運転区間が当駅まで延長されて以降、京都、大阪方面への通勤、通学客が増加している。また、土曜、休日は観光客の乗降も多いことから定期外需要客比率が琵琶湖線内で最も高い。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は、 以下の通りである。北陸本線の途中駅では、福井駅に次いで多く、全体でも金沢駅、福井駅、前原駅に次いで第4位である。当駅周辺は長浜市の中心市街地で、周辺は商業施設や観光施設が集積している。駅前にはロータリーが整備されており、バスなどが発着する。市役所や郵便局、 銀行などの公共機関のほか、寺院や博物館、美術館などの観光スポットも多く所在している。ありがとうございます。